よし出てこれるよ。そうそうそう。1、2、3。Hey guys。今日は5秒以内に1対1対決をします。ルールを説明します。ここからスタートしてドリブルして5秒以内に1対1を決めれば勝ちです。それを1人5本打つので誰が決めれる多く決めれるか勝負したいと思います。レッツゴー！レッツゴー！よーいスタート。3分の2。見てシュート打つだけ。いやもうすぐ打つ可能性あるから。ラスト。用意スタート。イエス。当たり前に5本決めます。スタート。1、2、3、4、よーし。うわぁ、どうだ。4本。さあじゃあ5決めれば勝ちです。ボールなんです。拍手やめます。今のオッケーですよ。でもプラス5なんで。そう。3。じゃあサドンです。ですよね。あれ4じゃなかったっけ。4 4 4。じゃあこれはもう交互に行きましょう。結果発表。最下位はせいやで3本でした。罰ゲーム決定です。優勝は中村選手でした。よっしゃ。それでは罰ゲームへいきましょう。イエス。うわあ、こっそ怖いってこれ。オッケー。シール破壊します。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ぜひやってほしい企画や印象に残ったプレーなどあったらどしどしコメント欄に書いてください。次回もまた見てください。バーイ。